メインになる、夏休みの中でもメインになるトウモロコシが、白いトウモロコシと黄色いトウモロコシ一種類ずつ作っております。トウモロコシはどんな野菜ですか？トウモロコシは、まあ、穀物の中の一つなんですけれども、あの野菜というよりも今ではフルーツみたいなほど甘くて美味しい、野菜になります。まあ、あの季節ものなので、今が一番旬で美味しいものの野菜なんですけど、先ほど言ったフルーツのような甘さがある野菜、美味しい。収穫はいつ頃取ってるんですか？はい、うちではですね、7月頭からだいたいお盆までと、お盆を過ぎた9月から10月の間に2種類に分けて収穫をしております。その2種類のトウモロコシの名前は、品種名を教えてください。はい、こちらが黄色い方がゴールドラッシュの88って言って、ものすごく極甘系ってやつ で、白い方が雪の妖精ですね。白いホワイトコーンの中でも最高峰と言われているトウモロコシになります。どんな食べ方がおすすめですか？白は生でも美味しいです。本当に生でも食べられるんで、次落としてサラダで食べていただいても、そのままかぶりついてもいいですし、茹でても美味しいですけど、黄色に関してはもう完全に、茹でか蒸すが一番美味しいです。ありがとうございます。